赤虫せよ赤虫虫虫 TV です。はい、こんにちは。はい、ということでやっていきましょうね。今回メインヤードファイトという、メインヤ、メインヤかな。いえいえ、あのまあ、テンヤードファイトという歌手というかバンドがいるんだけど、それちょっともじってる。あ、そうなんですか。まあ、東急東横線の丹町駅、ね、10月8日にオープンしたばっかり、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、店主さん、蓮見系のご出身。あ、なるほど。ということで、引き継いで麺もバキボキ麺ですということで、麺が作りで。そうなんですよ。ただね、この位置でですね、本当は看板犬のだるまさんがいたんですけども、だるまさん、だるまさん、だるまさんという看板犬が、これがね、ブルドッグかな。あ、ブルドッグね、会いたかったんですけど、お客様にご案内いたします。ということでね、並び方もちょっと複雑ということで見てください。まず1、この店舗のね、このドアの前、ね、こちらですね。この辺りまでこうポッ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 と並べる。まあまあ、だるまさんがいる場合もあるけどもね。そして、ここもいっぱいだった時は2ですね。こっち離れます、これね。あ、このなるほど。そう、小屋の前にちょっと飛んで、まあ、ここもだいたい7、8人だと思う。看板があるんで、こういった風にね。そしてですね、さらにここもいっぱいだった場合、はい、3ですね。国道1号の歩道沿いというふうに、まあ、ここだね、左のね。こういう風にね、工事のやつでよく見る看板が立ってるんで、こればっかりはちょっと実際見ないと分かんないな、もう。あ、まあ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 、いや近いんですよ、これはね。なるほどね、でもそれぞれで代表待ちはもちろん禁止というのと、食券をどのタイミングで買ったらいいのかっていうのも書いてあるんですけども、ちっちゃくね、まあ、1に並んで入る直前で全然いいと思います。あ、なるほど。ということで、はい、2、3で並んでるときはまだ、まあ、全然大丈夫ですからね。で、その食券なんですけども、ラーメン、辛いラーメン、玉ラーメン、これ玉ラーメン、玉ねぎと魚粉が入っている、エビ、まあエビはよく初めに言いますけども、今回ラーメン大を選択。ちょっと待って。だが、しかし、待ってください、ね、はい、こちらね、ちょっと見えませんよね、拡大します。見えませんです。これ、おやおや、タピオカ、まあ今回売り切れなんですけど、気になるな。残念ということでね、頼むよ。いや、今度行った時売り出してたら絶対頼むということで、今回はその代わりうずらをね、投入しておりますけども、タピオカ代わりに初のすり鉢ということで、すでに現れてしまいましたね。麺量は第2するとゆで前500ということで、ゆで前500です。本当はね、ゆでたらまあだから1キロ手前ということでね、豚増ししてないんですけど、結構なホロ豚大量に入ってますんで、まあやっぱりその豚からちょっといっちゃいましょうということでね、これね、なんか柔らかいんですけど、ホロホロという感じではなく、ギュッチギュッチじゃないんですけど、肉の繊維価が高いという、つまり、ちょうど真ん中というちょうど真ん中の気温では表せない。まあまあまあ、そうなんです。野菜ね、言ってますけども、シャキ感が弱い豚野菜でございます。まあ、アスン系結構野菜は豚が多いんですけども、標高これ高くないんですけど、やっぱすり鉢なんで、あ、広がってるんで、ね、まあ、でもラスカルさんと大食いのね、あのマックス鈴木さんもすり鉢よく食べるんですけど、すり鉢界の中では最弱の量だと思います。いや、この四天王の言い方されてるただ怖い、重いですから、シゲじゃないですよ。重いの分かるわ。なんでシゲが出てくるんだよ、ここで。何かのね、名前が重いけどね。ガキゴキ麺ということでね。バキボキ以上。もう超えてますわ、もう本当に。だからもう、箸でもね、掴みにくいんですよ、はっきり言いますもん、これ。はいはいはい、そして、すすること自体も簡単じゃないという、もう構造に。もう電気コードかじってるみたいな感じですよ、もう。たぶん。悪いな。おいしい電気コード、ね。おいしい電気コードはないよ。本当にね、もうこれはね、あ、そんぐらい硬いという、そうなんです、もう他に例えるもんないから、もう英語ぐらいすごいと思ってね、なんか言ってますけども、まあ、すり鉢でかいんで、あんまり量入ってないよ、とんでもない量入ってますけど、はい、ありがとうございますね。どのアスメケールもね、ニンニクでもちょっと小さめなんですよ、っていう感じ。まあ、辛さも控えめで安心ニンニクということで、安心ニンニク、はい、こちらメインアドバイスは安心ニンニクでございました。まあ、僕だけかもしれないけどね。で、スープね、この日はね、やや甘の乳化系だったんですけど、こちらの店主さんが働いてたラーメン全然っていう店舗、それからハスミカン、ハスミさん、ハスミカン、写真なんかハスミカン、ハスミカン、非乳化なこともあるんで、まあ、どうなのかな、ちょっとブレーが分かんない、まあ、そうね、まあまあ今後もちょっとどうなっていくのか、いろんな人の写真を見つつ、まあうずらをね、ちょっと言ってますけども、
まあ硬いめのねいろんなこう具材が入ってる中でこのフリットうずらは、うん、すごいアクセント、いいアクセント。このうずらがタピオカっていう説はないですか？いやないですないですないです。タピオカのこのうずらは言いませんので、なんか、名称みたいな。ああ、いやちゃんとうずら5個ってあったんで。ああ本当に、じゃあ本当タピオカなの？そうなんだよね。気になる、気になるんですよね。まあそんなこと言ってる間にね、学校ショーは行きましたけども、やっぱ太くて硬い麺には粒が大きい胡椒が合うと思うんだよね。合いますね、それは。そうなんですよね。あっと危ない、その時ということでね、うん、あっ、急にリンパ。いや、生き肉の上にね、顎が痛くなんですけど、こちらでもやっぱり麺がもう硬すぎて、そんなにいや、もう咀嚼がもうすごいから、顎弱ってんじゃん。いやいやいや、ちょっとね、違えててこの日ね。いや知るか、顎がちょっと弱めだったところに、あのメインアドバイトだったので、ね、それ言ってくれよ。すいません、ちょっとね、500グラム噛み続けた結果、まあちゃんとね、ごちそうさまでした。いやいや、横浜の人大歓喜ですよ。なるほどね。こちら側にはなかったところですね、川崎の方でした。なるほど。そう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 、家系のイメージが。あー、まあ横浜と、あーもうどんどん言うてれば90点差超えてきてますよ、やっぱりね、すごい真っ白でございましたねー。ということで、ミヤバーさんめちゃくちゃうまかった、おすすめ店舗としてやっぱり入れたいね。で、去年僕が2018年の、うん、マシマシアワードの総合優勝にしたのがラーメン全然さんで、あ、まあそちらにも店主さんいたし、はい、霞にもいたということで、なるほど、上位食い込んできちゃいますよね。2019年度アワーで表彰されたからって何だったかな。いや、何だって、あのちょっと周りがざわつくぐらいです。周りざわつくの？ざわつきましたかないよ。ざわつかないですか？ざわつかないって。まあ、あのどうなるのか、うわいよくさんもお楽しみと、お楽しみください。はい、それではごちそうです。はい、うっす。Thank you.